マスオ TV でーす。はい、皆さん今日はですね、マスオの簡単レシピということで、また料理をしていきたいと思います。で、今日作るのはですね、カリカリサクサクアメリカンワッフルということで、今日ね、ロフトに行ったらね、このワッフルメーカー売ってて、あ、作ってみたいなと思って、はい、買ってきちゃったんで、今日ワッフル作りたいと思います。結構ね、材料も少なくて、うん、簡単に作れそうなんで、はい、ぜひね、皆さんも作っていただけたらなと思って、今日はねワッフル作っていきたいと思います。全然関係ないけどさ、ゴルフ行ったら日焼けがすごいことになりました。はい、ということで、はい、料理していきたいと思います。では実際に作っていきましょう。まず卵を一つと砂糖 30g をボウルに入れて、ハンドミキサーで泡立てていきまーす。で、これ文字が書けるぐらいにしっかりこうかき混ぜていくようです。ちなみにこのハンドミキサーは視聴者さんからいただきました。ありがとうございます。ということで、文字が書けそうなぐらいにふんわりしてきました。で、ここに牛乳 80cc を入れて、さらに混ぜていきます。で、さらに薄力粉 100g とベーキングパウダー 5g をふるいにかけながら数回に分けてこう入れていきます。ほら、ふわふわしますよね。まあ、ダマにならないようにっていうことですね。このさっくり混ぜるっていうのが結構難しいですね。どんなもんなんだろうな、さっくりっていうのは。で、最後に溶かしバター 30g とサラダ油大さじ2杯を入れて混ぜましょう。ということで、生地が完成したので、ワッフルメーカーを予熱して焼いていきたいと思います。僕も初めてね、やるんで、うまくいくかどうかちょっと心配なんですけど、この生地をここの中に流し込んでいくはずなんですけど、おっとっとっと、これでいいのか。おー、すごい。これ何も塗んなくてよかったのかな。これどれぐらい入れるんだろうっていうのがね、あるけど、で、この生地を入れて4、5分焼いていくそうです。あ、こんぐらいじゃない？なんか量的にすごい良さそうじゃない？で、これで締めると。あ、ちちちちち、ちょっと入れすぎた感あるか。まあ、ただこれで4、5分、ちょっと押さえといた方がいいのかな。4、5分、よし、スタート。あ、すごい。これさ、もうすごくいい匂いしてきてますね。ということで、3、4分経ったので、うまく焼けてるか見てみたいと思います。オープン。じゃじゃーん。おー、綺麗にできたー。すごい綺麗ですね。なんかお店みたいにしっかりね、できましたね。これ焼けてんのかな。おっと、ひっくり返すと、うわ、すげー。せーの、ほい。いかがでしょうか。すごく綺麗に焼けた。もう一枚焼いてみようか。オープン。おお、さっきよりより綺麗にできましたね、これね。で、最後に生クリーム買ってきたんで、ここにププ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 プっと、はい、乗せたら、こちらでワッフル完成でございまーす。めっちゃ美味しそう。はい、ということで食べていきたいと思います。今回手で食べていこうかな。はい、じゃーん、おせんべいみたい。いただきまーす。あー、うん、美味しい。うん、なんかすごくクオリティしっかり高くできましたね。で、この外側の部分もね、お、これ焼き加減でいろいろ変えられるんでしょうけど、すんごいパリパリになってて、これもまたこれで美味しい。で、クリームがやっぱりね、一番合うかな。僕は好きです。これにチョコレートもかけてね、なんかクレープみたいにして食べるのもありかなと思いますし、うーん、うまい。
ということで、ワッフルめちゃめちゃ美味しくできました。もっとね、なんか作るのめんどくさいかなって思ってたんですけど、結構ね簡単だったんで、ぜひね皆さんもね、よかったら作ってみてはいかがでしょうか。今回参考にさせていただいたレシピも、あの動画概要欄に貼っておきますので、詳しくは皆さんぜひそちらもチェックしてみてください。いやー、やっぱ料理っていいですね。はい、またなんか違う料理できたらなと思います。今回も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオ TV でした。バイバーイ。チャンネル登録、高評価、よかったらお願いします。他の動画もぜひチェックしてってね。